スパークルホースはアメリカ合衆国バージニア州出身のオルタナティブロックバンド。2010年に中心人物のマーク・リンカスが自殺したことにより活動を終えた。1995年にビバーディキシー・サブマリントランスミッションプロットでアルバムデビュー。翌1996年にはレディオヘッドのオープニングアクトとしてヨーロッパをツアーした。しかし、このツアーの途中で マーク・リンカスがアルコールと薬物の摂取により、オーバードースを起こしてしまう。一時は、心停止状態に陥り、意識の回復後も両足に麻痺が残る恐れがあった。複数回にわたる、手術の結果、回復したものの、リンカスは、半年のマシアイスでの生活を強いられた。この苦境を乗り越えて1997年に発表された、セカンドアルバム、 グッドモーニングスパイダーの中の楽曲、ストリート、メアリーは、リンカスが入院中に世話になったパディントンにある、同名の病院の看護師たちに捧げられている。2001年の3作目、It's a Wonderful Life には、ゲストとして、トムウェイツ、PJ、ハーベイ、カーディガンズのニナパーションらが参加した。続く、2006年のアルバム、ドリームトフォーライトイヤーズインザベリオブ。 A マウンテンには、デンジャーマウスが参加。彼とのコラボレーションはこの後も続き、共に、ダークナイト・オブ・ザ・ソウルを制作したものの、レコード会社によって、リリースが中止された。この措置に対し、リンカスとデンジャーマウスはパッケージのみをソラの CD、R と共に発売するという行動に出た。2010年3月6日、マーク・リンカスが自殺したことが発表された。 正式な発売が見送られていたダークナイト・オブ・ザ・ソウルはリンカスの死後、同年7月に発売された。ありがとうございます。